早く伝え、月のうさぎ。そんなに慌てて。ちょっとね。どうしたの？なんだかぼんやりしてたみたいだけど。いや、今日は朝から不思議な気分なんだ。なんだか胸がドキドキして。おお、それってもしかして恋の予感ってやつじゃないの？え、やだな、ないよ。でもいいな、私にはそんなの全然ないよ。何言ってんだい、ウサギちゃんにはマモルさんがいるじゃないか。やだよ。マコちゃん、ウサギ、レイちゃん、ひなこちゃん。え、特訓？今日これから？何隠してんのよ。そういう
ますよ、うさぎさん。うるうる、何かいい方法ないですかね。ご協力ありがとうございます。今こそ海のは男になります。立ってみせ、いや、なってみせます。今日こそ僕はなるちゃんと一緒に帰ってみせる。あ、何？あるとかで悪いけど先に帰っててくれって言ってましたよ。海野じゃない、それ本当？え、本当ですよ。この目を見てください。これが嘘を言ってる目に見えますか？目、それでですね、代わりと言ってなんですが、よかったら途中まで一緒に帰りませんか？いいよ。やったー！
さっきのナルちゃんのことだけど、ナルちゃんの気持ちは当然確かめたんでしょうね。え？なんで？こういうことは本人の気持ちが大切なのよ。みなこちゃんもそう思う？難しいところよね。なんだか不安になってきちゃった。その方がいいわよ。じゃ、悪いんだけど、やっぱゲーセンには二人だけで行ってくれる？オッケー、わかったわ。じゃあね、ウサギ。サボったでしょ。そんなことより大変なのよ。今ウサギちゃんが言ったことが本当だとすると大変なことが起ころうとしているのかもしれないわね。とにかくみんなに相談しないと。信じられないわ。ネフライトは死んだのよ。ウサギだって見たでしょ。もしかしたら偽物ってこともありえるわ。死んだ人間が存在するっていうのもおかしな話だし。ちょっと待ってよ、なんでそうなるのよ。ネフライトは命がけで敵から逃げてきたのよ。
金水晶を狙ってるやつがいるって私に教えるために。もし偽物だとしてもナルちゃんの目まではごまかせないはずよ。ねえ、まこちゃんとみなこちゃんはどう思う？どうって、私はそのネフライトってのと会ったことないから、どんなやつかわからないし、そもそもその人が逃げ出してきた新しい敵って何者なの？だからよくわかんないけど、金水晶を狙ってて、クイーンベリルはダークキングダムを復活させようとしてて、ネフライトは必死でピンチなのよ。つまり新たに金水晶を狙う者がいて、ダークキングダムのクイーンベリルと四天王をよみがえらせ自らの配下に置いた。今のところそいつの正体は不明。金水晶を使って何をしようとしているのかも。ウサギちゃんがテーラームーンであることを知っているネフライトは、そのことをいち早く知らせようと命がけで組織を抜け出してきた。ナルちゃんの一件もあるし、ネフライトはもう十分に配信したんじゃないのかと言いたいんでしょ、ウサギちゃんは。そうなのよ。すごいな、アリナ。よくわかったね。長いからね。とにかく話ができすぎているわ。信用できない。レイちゃん、どっちにしてもその人は今ナルちゃんのところにいるんでしょ。敵が連れ戻しに来るかもしれないし、万一に備えて見張りが必要ね。みんな、なんで信用してあげられないの？アミちゃん、レイちゃん、ネフライトの最後を見てるからこそ信じてあげたくならないの？私はもういい。ウサギちゃん、まったく、みんな揃いも揃って、どうしてあんなに疑り深いのよ。よっ、どうした？機嫌悪そうだな。マモちゃん、どうして何も喋ってくれないんですか？もう二度と会えないと思ってた。お、なんだアリア。あれはネフライトを連れ戻しに来た敵。よし、ウサギ！厄介になってるの知ってます？なんであんたがそんなこと知ってんのよ。僕の情報収集力侮ってもらっては。なんだ、ご存知なんでしたか。それが気になってこんなところにいるわけね。そんな、僕は覗きだなんてとんでもない。そうなのね。あんたも男ならコソコソしないで、正面から正々堂々と行きなさいよ。そうだ、ちょうどいいわ。あんたも来なさい。え、そんな、心の準備が。いいから来るの。こんなの連れてって大丈夫なのか。大丈夫大丈夫。すまない。また君を巻き込んでしまった。いいんです。あの。こうして生き返って君と話しているとは、もう二度と会わないつもりだった。もう二度と。その方が君のためだ。そんな、
そんなこと言わないでください。今の私は裏切り者として追われる身だ。このままでは君に。いいの、ここにこうしていてくれるだけで。君はまだ私を信じてくれているのか。あれ、はい、やっはーなるちゃん。なんだ、ウサギか。海の、ああ、表でうろうろしてたから連れてきちゃった。じゃあなるちゃん、悪いけど内緒の話だ。あの人は誰なんです？どうだった？それがそのだろうな。我ながら勝手な話だとは思う。あ、いや、そうじゃなくて。大丈夫よ、すぐみんな分かってくれるわよ。一つだけ聞きたい。なぜ死んだはずの男がここに。クイーンメタリアは封印され、ダークキングダムは滅びたはずだ。以前にもあったタクシードか、もっと遥かな昔に。どうした、答えられないのか。タクシード仮面か。ブラッディオパール、真紅に輝く美しい石だ。だが魔力を持った者が手にすれば、それは霊気を操り死者をも蘇らせるあやかしの石となる。その石の力で再び生を受けたというならば、誰が何の目的でお前を蘇らせたんだ。蘇ったのはこれだけではない。ジェダイ、ゾイス、クンツァイ、そしてクイーンベイ、パストワイズ、やつは自らをそう名乗った。やつの狙いは銀髄賞。そのために過去にセーラー戦士と戦ったことのある俺たちが必要だったんだ。パストワイズマンが銀髄賞を使って何をしようとしているのかは残念ながら俺にもわからん。配下に収まったクイーンベリルはダークキングダムの最高と銀髄賞のダッシュをかけて大掛かりな作戦を企てて、それを知らせに。大変、ネフライト、大丈夫？マモちゃん、早くナルちゃんを。そうだな。しっかりして、ネフライト。お大事に。ありがとう、ウサギ。それじゃあ、僕はここで。ほんじゃね。
結局私にこういう役が回ってくんのよね。まあみんな女の子だし学校だってあるし、見張りなんてのは確かに猫の方が世話ないからわかるけどね。ふわでも退屈。やっぱりウサギちゃんの言う通りネフライトは本物で改心もしたのかしら。プリンス、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 我々は言いなりはもうたくさんだ。月の王国のやり方には我慢できません。我々を支配者気取りで一方的に監視するなど。立ち上がりましょうプリンス。逆にこちらが月の王国を支配してやるのです。プリンス、なぜ争おうとする。いつ言いなりになったというんだ。監視されているだと。わからないのか。あいつは我々を利用しようとしているのだぞ。再生のショックで失われた過去の記憶を取り戻すか。あまりにも遅すぎる。私がこの場所を知ってること忘れたの。相変わらずその子にご執心なのね。貴様ら。ネフライト様。裏切り者は死をもって償ってもらうところだ。ハットワインズマンの命令だ。一緒に来てもらう。ナルちゃん、逃げるんだ。いいわ。黒水晶を持って素直についてきてくれたら、その子には手出ししないでおいてあげる。いや、やめて。ネフライト様を離して。どうせもうすぐこの町からは一人残らず人間が消えるのだからな。すべてのエナジーを私たちに捧げる。まさかすでに。待ちなさい。どこの誰だか知らないけれど、その人を話しなさい。愛と正義のセーラー服美少女戦士、セーラームーン。同じくセーラーマーキュリー、セーラーマーズ、セーラージュピター、セーラービーナス。次に変わって、貴様らのお遊戯に付き合っている暇はない。はっ。あちあちあち。見た目に反して熱量はほとんどない。みんな騙されちゃダメ。幻覚よ。もう遅い。さらばだセーラー戦士たち。ごきげん。
セーラー戦士、水玉の扉だ。水玉の扉に気をつけ。もうすぐ、もうすぐだ。我らの長き不遇の時代は今宵終わりを告げる。偉大なる覇王デス・ファントムよ、我らを導きたまえ。守備よく言ったようだな。セーラー戦士の邪魔は入りましたが、抜かりはありません。ろくに使いこなすこともできなかった男には無用の長物よ。それは貴様とて同じだ。うん、黒髄章の力をフルに引き出すことは俺はもとより貴様にもできん。それができるのは減らず口が叩けるのも今のうちだ。二度とその口聞けぬようにしてくれるわ。やめろ、やめ、うわぁ、やめろ。あれが新しい敵なわけ。実はウサギちゃんに聞いたんだけど、神社を飛び出していったウサギちゃんはあの後途中で会ったマモルさんや海野くんと一緒にネフライトのお見舞いに行ったそうなの。師匠を蘇らせる力を持つ。謎の人物、ファストワイズマン。ベリルたちをよみがえらせた黒幕はそいつってわけ。どうやら敵は本格的に動き出したようだ。何に使うかは知らないが、銀髄章が狙われていることには変わりがない。一瞬たりとも油断はできないぞ。みんな、心して構えてくれ。出しなよ、ウサギちゃん。デフライトはきっと無事さ。マコちゃん。そうよ、ウサギ。ステキな戦士をバカにして、このままじゃ済まさないわ。みんな。うん。何？地震？何よ。何なの？この圧倒的に巨大な容器は、東京が飲み込まれていく。黒髄章よ、我が呼びかけに応え、その力を貸したまえ。この町すべてのエナジーを吸い尽くし、その力をもって我らが主を、ファストワイズマンをこの地に呼び寄せたまえ。すべての人間に告ぐ。今よりこの町を我らが支配下に置く。我らの名は
ダークキングダム。何がどうなってるんだ。奴らはこの町一帯を特殊な結界に封じ込めたのよ。特殊な結界？そう、4つのポイントを頂点とする特殊な結界。この中ではありとあらゆるエナジーが奪い尽くされてしまう。光の柱が上がったポイントは4つ。大体の座標から推測すると、水玉の扉、水玉。なるちゃん。黒水晶の一部が欠けている。捨ておけ。多少不完全であっても我らの勝利に変わりはないわ。さあ、最後の仕上げにかかるぞ。ひどい。セーラー戦士よ、か弱き小娘たちよ、見ているか。見ているだろうの。ご覧の通り、今やこの町は完全に我らが手に落ちた。貴様らの出る幕はない。今度こそ我らが勝利を手にするのだ。あれは、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 あれは。でもそれじゃあまりにも張り合いがないわね。貴様らにチャンスをやる。1時間の猶予をやる。その時間に我らが建てたモニュメントを全て打ち砕いてみせる。ただしできればの話だ。貴様らに地獄を見せてやろう、存分に。1時間、短すぎるわ。罠だね、これは。こっちは5人、モニュメントは5本。5本ってさっき光った場所は4箇所しかなかったよ。その通りよ。でも、あの4本は結界を構成する単なるパーツに過ぎないわ。それらの中心となるコアが必ずある。コア？ネフライトの最後に残した言葉を思い出してみて。彼は水玉の扉に気をつけろと言い残した。水玉の扉か。水玉というのは玉柱石の一種で、つまりはエメラルドのことね。ふんふん。扉というのは、ここではあのモニュメントで構成された図形を指すんだね。なるほどなるほど。ここからが問題ね。エメラルドは通常エメラルドカットと呼ばれる逆位置の四角錐形にカットされることが多いの。あ、そうか。ということは、さっき目測だけど大体の図表をインプットしてみたわ。これで残る一つのモニュメントの位置が導き出せるはずよ。東京タワー、有栖川公園、10番中学、そして氷川神社。最後のポイントは夢ランド地下1200メートル。これで人数分揃ったわけだ。迷ってる時間はないわ。みんないいわね。元よりそのつもりよ。よーし、派手に行くわよ。オーケー。マーキュリーパワー、マーキパワー、シフターパワー、ヴィーナスパワー、ムーンクリスタルパワー。レイアマーキュリーの話だと、ここに最後のモニュメントがあるのね。
私とアルテミスが怪しい人影を見たのもここだったわ。間違いないわね。来たか。そうでなくては。よーし、やるっきゃないわね。ようこそプリンセス。いい加減その暑苦しい仮面を取ったらどう。正体はバレているのよ、クインベリル。おお、ちょっと見ないうちに少しは賢くなったようだな。当然、私だって少しは成長したんですからね。そうだっていいんだけど。いかにも我が名はクインベリル、地獄の底より。貴様の首をもらいに来た。行くわよ、クインベリル。あああだあだだだだだ。たくん何やってんのよ。楽しいやつね。そら、褒美だ。所詮、貴様とこの私とでは勝負にはなりはしない。怪我をせぬうちにおとなしく降参したらどうだ。銀髄書を差し出せば、お前だけは助けてやってもいいぞ。観念したらどうだ。いくら強がってみても勝負は見えているぞ。私がお相手しよう。またお前か。エンディオン。セーラームーンはこの私が守る。いい子たかし。タキシード仮面様、なんとかしなきゃ。みんな大丈夫だと思うけど、これ持ってって。これはセーラーマーズの霊剣あらたかなうちの神社の特性よ。お化け相手にゃ効果抜群。なるほどね、サキ。セーラームーン。やった、結果オーライ。今だ、チャンスを逃がすな。はい、ムーンプリンセス、ハレーション。うどもう遅いのだ。今さら俺たちを倒
倒したところで状況は変わらん。必要なエナジーは集め終わっているのだ。偉大なる覇王の復活、その力により今こそ、今度こそ我らダークキングダムがこの地球を、この星を支配するのだ。デスファスト、ファストワイズマン。もはやこれらモニュメントに刺したる意味はない。問題はファストワイズマン。やつが鍵を握っている。やつを倒さぬ限り度胸にかけられた呪いは消える。と、ファストワイズマンってのはどこにいるんだ。やつはデスファントの復活を狙っている。銀髄賞を渡すな。渡しては。クイーンベリル。危ない、セーラームーン。迂闊に近づくな。セーラームーン。まだ。私はまだ倒れるわけ。私は死ぬ。みんな大変。セーラームーンがクイーンベリルにさらわれちゃった。え？あのドジ。待って、みんな。やっぱりセーラームーンの通信機が発信を続けている。これを辿っていけば。ファストワイズマン、約束の銀髄賞。多少の手違いはあったが、ここに。ファストワイズマン、ご苦労と言いたいところだが、プリンセスはまだ元気が終わりのようだ。な、この私の命がけの作戦をよくもあっさり見破ってくれたわね。あなたがファストワイズマンね。一体何者なの。こんな無視しようったってそうはいかないわよ。一体何者なの。クイーンベリルたちを操って何を企んでいるの。このプリンセス、何をそう怒っていらっしゃる。私はただこの者たちと取引をしているだけだ。取引。そうだ、私は彼らを蘇らせ、ダークキングダム復興の手助けをした代償として、あなたの持つ幻の銀髄賞を手に入れるように頼んだ。それだけのことだ。とぼけないで。じゃあデスファントムとかいうのは何なのよ。ほう、デスファントムをご存知なのか。知らないから聞いてるんでしょ。だろうな。この時代のプリンセスがご存知なわけはないか。この時代、このくらいにしておこう。プリンセス、私が求めているのは銀髄賞だ。あなたとのおしゃべりではない。クイーンベリル、あとは任せる。よくも騙してくれたな、プリンセス。滑稽にしおって許さん。死ぬのだ、プリンセス。
もろく幼い子娘よ。憎い、下見食い。今は私から全てを奪った。現世でも前世でも私の王国を、そして愛すべき人も。またも私を阻むというのか。決して許さん。クイッベリル感じる。なんて冷たい感情。クイーンベリルの悲しみを感じる。セーラーム、悲しみに頬を濡らして。プリン、いえ、ウサギ。おお、死ぬのが怖いか、プリンセス。安心しろ、その恐怖もそろそろ終わりだ。死ね。貴様ら、プリンセスから手を離しなさい。私たちはプリンセスセレニティを守る四守護神の戦士、死の苦しみと再生の苦痛を味わい続けるのだ。さあ、まだ契約は果たされておらん。セーラー戦士たちを血祭りにあげ、幻の銀髄章を我が元に献上するのだ。望むところだ。やめて！もうやめて！ならばその命をいただこう。ベリル、クレセンド！貴様の相手はこの俺だ。フレアー、私が相手になってあげるよ。キラ、邪魔をするな。やだ、こんなのやだ。なんで私たちはここまでして戦わなきゃいけないの。これが運命だとでも言うの。こんな形でしかあの人たちと触れ合うことはできないの。やめて、みんなお願い、やめて。セーラームーン、それにみんな一旦引くのよ。私のところに来て。引くったってこれじゃどうしろって言うのよ。ここは私が引き受けよう。タクシードカム、
セーラームーンを頼んだぞ。はい。タキシード仮面。いや、無茶よ。大丈夫。心配するな。バラの花に私は悪に屈しない。セーラーを私を信じる。セーラー戦士たち、長いは無用だ。君たちのプリンセスを守ってくれ。セーラー戦士たちか。メフライト、クイーンベリルたちを何とかしないとあいつには近づけないわ。でもあのブラッディオパールがある限り、いくら倒してもキリがない。我らが分身黒髄将よ、今こそ我が呼びかけに応えよ。我が手に来たりて、再びその力を我に加算。それは…そう、お前が壊した黒髄将だ。しかし、砕いた限りはこいつのエナジーは消えん。待って、そいつを使って何をしようっていうの？やめてマーズ。違う、今のネフライトは違うわ。お願いネフライト、マモちゃんを、タキシード仮面を、東京のみんなを、そしてクイーンベリルたちを救って。セーラームーン。違うのルナ、いけないの。あの時、銀髄将の力を解放して全てが終わった時、私の力が足りなかったの。私の力が足りなかったから、あの人たちは暗い死の世界をさまよわなければならなかった。私たちはこうやって転生して生きているのに、あの時私の力が足りなかったから。優しいな、お前の体から計り知れない愛のエナジーを感じる。だが、俺を含め奴らをアストワイズマンの呪縛から解き放つのはお前たちの役目だ。俺はその手助けをするに過ぎん。この黒髄将は蛇国水晶と呼ばれるものを模して地球で作られたものだ。蛇国水晶？何だいそれは。アストワイズマンが呼び出そうとしているものに関係があるらしいが、詳しいことは俺もわからん。それゆえ破壊力は蛇国水晶に遠く及ばないが、良き方向に向かうこともできる。銀水晶と同じようにな。さあ行け、セーラー戦士ども。ベリルたちは俺に任せろ。アストワイズマンを倒せるのはお前たちだけだ。ありがとう、ネフライト。みんな、頑張って。愛のエナジーがこいつに新たなパワーを与えてくれ。黒髄将よ、今こそ我ら4人にかけられし呪いを解き放ち、我らがマスタープリンスエンディミオンのもとへ導け。思ったより楽しませてくれたな、エンディミオン。くずく愚かな男よ。あくまでも私より月のプリンセスを選ぶとは。終わりだ。ガク！やめろ。戦いよ。プリンス、我々はもう我慢できません。月の王国のやり方はもうたくさん。我々を支配者気取りで一方的に監視するなど。立ち上がりましょう、プリンス。逆にこちらが月の王国を支配してやるのです。なぜ争おうとする？いつ言いなりになったというんだ。ベリルだ。ベリルの呼び出したあいつに吹き込まれたのだな。わからないのか。あいつは我々を利用しようとしているんだぞ。エンディミオン！
死んだ。月の王女が死んだ。違う。我々が望んだのは。うわあ！なんだ、この記憶は。俺たちの前世の記憶。まさか、そんな、そうだ。俺たちは、俺たちのマスター、プリンス・エンディミオンを探して転生してきた。でも、その記憶を取り戻さないうちに、またしてもあいつの手の内に。この身を変えられた魔なる者に。粉砕子たちの様子がおかしいわ。ネフライトが言っていたのはこのことだったんだ。ネフライトは本来の記憶が戻っていたのね。地球国のプリンス・エンディミオンを守る親衛隊だった彼らが悪魔に見入られた時に悲劇が起こる。それを食いながらも彼らはどうすることもできなかったんだ。現代に転生した後に思い出した、思い出したぞ。私たちの真のマスターは竜国王子プリンス・エンディミオン。貴様ら何のつもりだ。まさか私の魔力が解けたというのか。タキシード仮面、よかった、間に合って。これは黒水晶。プリンス・エンディミオン、ブラッディオパールを破壊し、バストワイズマンを。エリルは我らが封じております。黒水晶の力、銀水晶の力、セーラー戦士たちの力、そして我らの力、すべてを叩きつけてやるのです。それができるのはプリンス、あなた、プリンセス・セレニティだけ。我らがマスター。さあ、水晶の力を使いこなすことができる地球国のプリンスである私だけ。行こう、セーラームーン、セーラー戦士たち。私たちの全力をもってブラッディオパールを破壊し、ファストワイズマンを倒すのだ。はい。バカな、そんなことが。元に戻ることはできないのか。マスター、お会いできてよかった。これでもう我々が現世に思い残すことはない。度重なるご無礼お許しを。今度こそお二人で平和。何を見ている。ヘリ、早くとどめを刺せ。あの石が目に返ったらもう二度と私が蘇る。今の私には死の世界だけが唯一を変えるべきだ。そう、早く。やめて、そんな悲しいことを言わないで。もういいじゃない。遠い過去のことも、今まで戦っていたことも、みんな忘れて。そうだ、友達になろうよね。同じ人を愛した仲間同士じゃない。バカにするな。あと私が仲間だと。私はダークキングダムの誇り高き女王、クイーン。
私はその優しさが怖かった。エンディミオンが、お前のその優しさに見せられるのが怖かった。お前のそばにいるとすべてを許してしまいそうになる自分が怖かった。クイベリル、クイベリル、人生よ、私の願いを聞いて、この人たちを私たちのように転生させてあげてほしいの。やっぱりウサギはプリンセスなんだな。何よアルテミス、今さら。いや、そうじゃなくて、敵であるクイーンベリルたちの悲しみさえも感じて涙する。僕らには想像もできないくらいの愛のエナジーを彼女はあのちっちゃい体の中に秘めているんだなって。ナルちゃん、あーナルちゃん、ウサギ本当にそう思う？本体海野の中もめでたしめでたしと、そういうの雨降って地固まるっていうのよね、ミルコちゃん。あ、アミちゃん、またどっか間違ってた？合ってるわ。おお、いやまいっちゃね。海野くん、ダメよ、そんな綺
あの美少女戦士セーラームーンが PC エンジンでもドワーイ活躍。突然現れた不気味な仮面の男たち、ダークキングダムの復活をかけ狙うは幻の銀髄賞。全ての鍵を握るバストワイズマン、そしてデスファントムとは10番街を舞台に激突する10戦士。私も忘れてもらっては困る。完全オリジナルストーリーで送る愛と涙の感動巨編、PC エンジンスーパー CD ロムロム専用ソフト、美少女戦士セーラームーン。スーパーシステムカードで遊んでね。